皆さんこんにちは。こんにちは。インストバンドザ・スティカモの野々村大志と柳川と申します。どうもよろしくお願いします。はい、今日はメンバー紹介第2弾ということで、ベーシストの柳川大志さんにお話を伺っていこうと思うんですけれども、はい、よろしくお願いします。お願いします。普段もっとフランクに話しかけてくれるじゃないですか。いや、そんなことよろしくお願いします。僕と柳川さんの出会いについてなんですけれども、出会いですね、はい、僕らはどこで出会ったんでしたっけ。私たちは野々村君との出会いはジャムセッションで初めてお会いして、なんで来たんですか。僕が多分ホストやってる時に来たんですよね。セッションホストっていう、お客さんと演奏するっていうのがあって、ホストメンバーをね中心に行われていくんですけれども、その日は確か柳川さんとホストをやってるドラマーさんと知り合いで、ああなるほどなるほど、それで僕は遊びに行かせていただいたんですよ。 そこが初めまして。そうです、初めて出会って、全然喋らない。それはもう中根くん同様全然喋らない。後日またそれでまた別のセッションで行って、おお、でそうですね、よく会って、でなんかオリジナルを一緒に演奏するみたいな、あそうです、柳川さんの曲をやるみたいなとかもあったし、ありました、ね、いただきました。本当にありがとうございます。野々村君すごい怖いイメージだな。ほんどこがこんなにまろやかじゃないですか。いや最初みたいな、すごい絶対違う。そこでなんか何回か話しててフィールがあったっていうか、あそうですね、喋ってて楽しいし、うん、演奏してても楽しいしみたいな、あ嬉しい感じになって、お友達としてもあそうです最高って感じです、ね、そうそうですね。でもそんな出会ってまだ1年ちょっとぐらい、そうですね、まだ意外とまだ短いよね。短いですね、うん、で確か去年の夏に僕が参加した音楽の、まあ、ちょっとした大会みたいなものがあるんですけど、その、ね、動画を柳川さんに撮っていただいたことになって、はい、オリジナルを一緒に演奏しようかな。あそうそうそう、柳川さんが一番やっぱりこのバンドの持ち味を出してくれるかなと思って、じゃあもう声かけさせていただきました。いいありがとうございます。いや本当光栄ですね、なんかそう言っていただけるとやっぱ一人に刺さってくる、違うじゃないですか。わかりますね。そうですね、結構なんかいろんな発信とかしてるんですけど、なんか聞く、まあ、聞いてくれたりとか、まあ、ホスト誘われたりとかしてくるのすごい嬉しいんですよ。やっぱり一緒にやりたい、うん、一緒にバンドやりたいって言ってくれるのが一番嬉しいですよね。あ僕は一番嬉しい、そういうのが。ベーシストとしてのね、あれですね。あ、そう、ベーシストとしてのやっぱずっとサポートばっかりやってたんで、自分の、うん、音楽っていうか仕事っていうか、うん、サポートとか、まあ、セッションホストだったり、うん、そういうのを誘われることは分かったんですけど、やっぱバンドで誘われるとかなかったんで、うん、まあ、そういう面でめちゃくちゃ嬉しかったですね。一緒にやろうみたいな。あ、ありがとうございます。そういえば柳川さん自身が所属しているバンドもありますね。あ、そうですね、それは僕が一応立ち上げて、僕がメンバー集めてなんか一緒にやりたい、まあ、フュージョンバンドなんですけど、まあ、ぜひよくにしけめさんに聞いてください。はい、こちら概要欄に貼っておきます。聞いてください。最後に柳川さんの今後の展望といいますか、はい、何か目標などあったら教えてください。今後の目標ですか。一応まあ大まかに壮大な話になっちゃうんですけど、世界一のベーシストになりたいっていうのはやっぱりありますね。その中でもまあかっこいい、なんだろう、まあ、世界一のベーシストってすごい不確定なもんですか、うん、短距離走とかだったら足が速い人世界一、まあ、超分かりやすい、ベーシスト世界一ってなかなか音楽的にジャンルも違いますし、音楽も違いますし、それの中でもそのいい作品をいっぱい弾きたいって言って、なんかそれで有名になっていって、まあ、その中で自分が思える世界一になれたらいいなっていう。あー素晴らしい目標ですね。そんな柳川さんをぜひ応援していただきたいと思いますし、柳川さんの SNS のリンクをね概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひチェックしてください。お願いします。はい、はい、今日はこの辺にまたぜひ柳川さんには出演していただきたいと思います、はい、他のメンバー紹介もありますのでぜひ楽しみにしててください。そしてアルバム公開まであと1日です。明日公開されるのでぜひ見てね。 ありがとう、さよなら。